ップってさ、うん、まあお外でさ手軽に食べれてボリュームもなかなかあるスイーツだと思う。はいはいはい、ケーキとかやっぱお店とか入ったりお家に持って帰って食べるじゃん、うん、こうじゃないじゃん。そうだそうだ。でもワンランドで出来たてのなんかもうクリームマシマシたっぷりみたいな頬張るのが楽しい外で。あーじゃん。なるほど。でも私クレープさ粉っぽいの嫌いなんだよね。はいはい、なんかあの小麦味してるクレープってたまにあるんですよ、外れで、うんうん、外れるんですよ私にとっては、うん、私が好きなクレープって、うん、アーモンドプードルが入っているクレープなんですよ。プードルが入ってるとか、あと紅茶の風味ついてるケーキ生地とかって、そういうのいいんだけど、生地にそういうなんかコクを出したりとか紅茶とかなくノンフレーバーでただの粉々してるとあんま好きじゃなくて。ああそうなんだ。リュウケンなんかクレープこだわりある？クレープのこだわりどころか俺さクレープがそんなになんだ、うん、人生で食べてなくて。食べない？なんかさよくあれだよ、学校帰りとかでも一緒に食べない、デートとか食べない？食べない。食べないの？一回でも一緒に食べたじゃん。あ一緒に ね、だからなんか寒かったような気がするあの時。俺マジだからルーミンと、うん、デートでデートで食べるとかいうぐらいで、あーまあだだ俺一人だったら絶対食べないし、クレープ食うんだったらあのラーメン屋さん行ってるでしょ。出た出た。あと俺高校生の時とかは、うん、帰りにこう、うん、焼き鳥みたいななんか屋台が出てて、はいはいはい、そこで焼き鳥派？焼き鳥買って焼き鳥買ったの？食いながら帰るみたいな。焼き鳥屋で焼き鳥買って食いながらってすごいね、なんか渋いね。いや、トントロっていうのがあってめちゃくちゃうまかった。絶対うまいじゃん、それトントロうまいよ。トントロがマジでうまいよ、この店つってて。で、友達とかと帰り寄って。え、それ、まだあんの？もうないんじゃない？もうないのか、うん、私も食べてみた、焼き鳥。そう、めっちゃ美味しかった。私のおすすめのクレープ屋さんは、うん、とろけるクレープのもみ&トイツさんですね。ほー、うん、このもみ&トイズさんがアーモンドプードル、アーモンドの粉を贅沢に使用したふんわりサクサクした生地が特徴ですっていう。なるほどね。そうなんです。あともう一個はキッチンカーみたいな、はいはい、車でね、あれで出しているクレープ屋さんがあって、うんうん、ルアナクレープっていう ルアナクレープかなは主に埼玉県内だけらしいんだよ。私たまたま見かけたんだけど、うん、それもなんかすごいこだわりの焼きたて紅茶生地と生クリーム、はい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 、でもうケーキみたいなの本当に、で種類もめっちゃあって、なんでこの2つはおすすめだね。埼玉近いのはぜひこれ見かけたら、ね、うん、ルアナクレープさんはおすすめだし、どっかパッて見た時とろけるクレープの上りがあったら食べてほしい。アーモンドプードル入ってんのうまいからマジ、うまい。おすすめだ。そう、この2つがクレープおすすめですね。なるほどね、うん、はい、あでもどっちもね惣菜クレープ食べたことないんだ実は。あーおー、あの何ツナマヨとかハムとかハムチーズとかも食べたことない。クレープ屋さんだったらやっぱりスイーツ食べたいし、うん、もしそういうなんか惣菜クレープ食べるんだったらセブンのブリトーに行ってしまうよね。あれうまかった、ね、あれうまい。ブリトーは俺はチーズ専門で、うんうん、食うみたいに言われて、じゃあちょっともらってみようかなって食べたらうまってなったやつ。あのやっぱなんか生地にさ具がめっちゃ詰まってる系ってうまいよね。美味しかった。私多分生地に詰まってる系シリーズ好きかも、クレープに限らず。だって肉まん系中華まんも生地詰んでるでしょ、うん、餃子もそうでしょ、うん、だいたい小麦粉に包まれて中に具がたっぷり入ってるやつは全部うまい。パンだってそうじゃないですか。確かにね。ね、クリームパンとかさ、もう生地に全部包まれてる。包まれてるやつ好きだね。うまいね。確かに。麺よりもこれだよ。パン系？こういうの生地とかこう包む。いや俺は包む系よりもね、もう麺そのままだね。もう麺です。麺ですよ、麺でしょ。棒ですよ。もう麺派とか何生地派に分かれましたね。分かれましたね。はい。じゃあ。やってるうちに。全然あれなんで、どんどん焼いていきましょうか。はい。